ナハム書にしよう、散らすものがあなたを攻めに登ってくる、ルイを守り、道を見張り、腰をからげ、大いに力を振り立たせよう。主はヤコブの境を、イスラエルの境のように回復される。かすめる者が彼らをかすめ、彼らのブドウのつるを損なったからだ。その勇士の盾は赤く、兵士は黄色の服をまとい、戦車は整えられて鉄の火のようだ。槍は揺れ、戦車は通りを繰り走り、広場を駆け巡る。そのありさまは松明のようで、稲妻のように走り回る。鬼人たちは呼び出され、途上でつまずき倒れる。彼らはその城壁へ急ぎ、防柵を設ける。町々の門は開かれ、宮殿は消え去る。王妃は捕らえられて連れ去られ、その発した目は鳩のような声で嘆き、胸を打って悲しむ。二年目は水の流れ出る池のようだ。みな逃げ出して、止まれ、立ち止まれと言っても、誰も振り返りもしない。銀を奪え、金も奪え、その財宝は限りない。あらゆるたとえ品々が豊富だ。破壊、滅亡、荒廃、心はしない。膝は震え、すべての腰はわらなき。誰の顔も青ざめる。おじしの住みかはどこにあるのか。それは若い獅子のためのホラーな。おじしが出歩くとき、目獅子と小獅子はそこにいるが、誰も脅かすものはない。おじしは小獅子のために十分な獲物を引き裂き、目獅子のために噛み殺し、そのホラーなを獲物で、その巣を引き裂いた獣で満たした。身を私はあなたに立ち向かう。万軍の主を見つけ、私はあなたの戦車を燃やして煙とする。剣はあなたの若い獅子をも食い尽くす。私はあなたの獲物を力絶やす。あなたの使者たちの声はもう聞かれない。感謝いたします。ナハム書2章でした。